今日は香川に行きます。行きましょう。香川3日間です。ありがたい。ありえなくない？意外と3日間香川行けるってすごくない？すごくなってる。そう、明日、明後日、しかもその次の日鳥取。そっか、すごいな、4日か。ロビーは日本航空479便、高松空港行き。好きなのよ、俺。どういう旅？移動が多いと。あー、分かる。携帯電話で写真が上手くなっちゃう、7のこと。お、それでは約1時間ほどの空の旅。あの、クイックジャパン撮ってくれてる人の師匠。あとこれかな。In-flight Wi-Fi service is available from 5 minutes after takeoff until 5 minutes before landing. 違う。どうやって風呂敷畳むかの教えてくれる説明書ですね。折り紙じゃないじゃん。Included in the cabin, including the bathrooms. いやない。We would like to thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance. はい。おーし、来た。香川県にやってまいりました。ありがとうございます。イエーイ。日本で唯一サングラスよりも肌が黒い人。そんなことはないし、そんなこともない。あ、じゃあどういうこと？なんで2個言ったの？リハーサルです。リハです。 UFS のリハーサルをやるそうです。はい。でもまあそれだけじゃすまんさねえぞってことなので。そうですね。ちょっと香川県の良さをね、紹介していこうかなと。絶対に紹介したい。僕ちょっと、太ったじゃないですか、2年前に比べると。それは僕もそうです。いや、まあ、ご飯食べるようになったんですよ、2年前に比べて。そうですね。昨日からうどん食いてえな。お腹空いてる空いてない関係なく、うどん食いたいっていう気持ちがある。そう、すごいない、それモチビですよ。モチビです、これが。すごいモチビありますから。これがモチビ。喋りすぎてもう移動の時間だっていう。そうなんですよ。内藤さん、いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。すごい。2年前来た時に簡単にどこ行ってないんです。あ、マジで？おかしいよね。おかしい。絶対食べた方がいい。食べます。みんなで行こうぜ。うどん食いに行きましょう。ね、楽しみ。ありがとうございます。ジャパさんもいるんで。ジャパさんもいます。ジャパさんも本当はいるんだ。ジャパさん、ありがとうございます。本当はジャパさんもいるんで。ありがとうございます。すいません。うどん行きましょう。うどん行きましょう。楽しみ。僕たち水溜りボンドは香川県は高松市南の方の地区にやってまいりました。ここは人口1438万人、男女比率2対8。小学校の数8万個、中学校の数2万個、高校の数4万個の、非常に学業が盛んな地域となっております。これから市街地の方に出て、うどんや、ラーメン、チャーハンなどが有名な地域で、阿波踊りを楽しんでいきたいと思います。はい。車で揺られて2、30分ですね。四国って2年ぶりなんですよね、僕ら。2年ぶりですね、本当に。でも一回あれ飛ばしに高知の方に行ってるんですよ。まあでも、なんか2年前って感じしないかな。楽しみだな。ね、うどん確かに食いたいね。うどん食いたくてもうやべえんだよ俺。冷やしうどん食いたい。腹減っちゃってさ。あと天ぷらね。うん。俺ってエビまだ食っちゃいけないんだっけ。あ、食べて大丈夫よ。え、ちょっと高いだけ、ちょいぐらい。エビ食べていいよ。いいの？いい、全然大丈夫。え、解禁？解禁ってかもうダメ、禁止してないから最初から。え、してたよ。あ、サブチャンでなんか軽く。いや、それはだって別に変に守っちゃってたわ。食べたら100万でだけで、別にそれは禁止ではないからね。食べたら100万じゃん。ロビーで着いてすぐそんななってるやついないんよ。ごめんなさい。暗黒の時間になってるやついないよ。いや、冷たいのよ。着いてすぐそんなことになるやついないよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。行儀悪かったな。いや、行儀は別にそんな悪くないんだけど、ビビった。すいません。いやいやいや、だって街だから。街だから、ごめんごめん。パソコンの充電が切れててさ、身動き取れないの。うん、そうだな、確かに。ちょっと飛ぼうかなと飛んでました。
え、ちょっとやめてよ。ちょっと何、いや、回すだけって言われるわ。飛んでました、飛んでました。元気だから。香川のことめちゃくちゃ調べてる。あ、本当に？うん。本当に。何が分かった？いや、広いこと。香川？まあ分かった。うん。まあまあ狭いっしょ、香川。ちょ、香川今調べるから待ってて。いや、今調べてるじゃん。天気晴れです。いや、いいです。頑張ります。いや、ちょっと待って。うん、今日の動画作らんといけないわけだからさ。でも動画作ってなかったことは今。いや、だって充電ないからもう。暗黒の人。暗黒行くしかないでしょ。なんで行くんだよ。はい。飯食おう。何食べていこう。うどんね、うどん。うどん一番はやってはいけないことじゃん。そうだ。食っていこう。リハ始まるわけだから。ちくわうどんじゃん。え、うどん食わないの？うどん食うよ。え、お、本当にうどん食うじゃん、お前。うどん食うよ。ちょっと普通にお腹減ってしゃあないんで、うん、腹ごしらえします。いただきます。ちくわからいくし。うん。しかもあさって自分たちのイベントもあるよね、俺ら。うん、最高だな。いただきます。うん、トミー2部 MC らしいな。うん、2部 MC だよ俺。何すんの？大回し。うん、場を大回し。ねえ、ちょっと楽しみやな、それは。でもさ、オルタナさんいるとこでさ、うん、オルタナさんと同じステージでさ、うん、MC 俺でさ、うん、大回し楽しく、楽しそうじゃん、うん、なんかちょっとやってみたい。トミーだけってことってあんまないよね。うん、水溜りオンエアの時とかはさ、うん、若干そういう空気あるけどさ、見とこ。いや、お前が炎上する時間長くするために俺が MC やってるわけだから見とか。 MC の方が花形じゃん。だっていや、でも演者の方がだから自由度があるじゃん。え、これっていい？うん。パス、パストラミビーフと卵。ちょっと水で飲む。なんで足の頭で押すの？お前、俺の頭で足って言うなよ。かわいそうだろ。はい、そうそうそう。なんで足で押すの？いや、足って言う。あた、足。なんで？ちょっとマジで喉乾いてます。ホテル据え置きの水。あー、なに？いや、やっぱ結局この卵の方がいいわ。いや、いや、まだ香川感ないな。まだ大丈夫でしょ、温存してた方がいいでしょ、うんうん、香川に対するね、リアクションそんなにバタつかなくていいんだよ、うん、焦る時間帯じゃないの、全然。今日夕飯はい予約したんだ。カレーうどん居酒屋。美味しそう。めちゃくちゃ美味しいらしいよ。ちょっと温存しとこうかな。じゃあとりあえずリハに行きたいと思います。頑張ります。ということで夕飯にやってまいりました。ありがとうございます。めちゃくちゃ人気店。いや、ものすごいですよ、ここ鶴丸。俺多分人生で手打ちうどん鶴丸一番ですよ。何が？この並びを見たの。はい、あのちゃんとね、あの撮影許可と事前の、はい、あのにお店に許可をいただいて、はい、ぜひということだったんで。ありがとうございます。来たかったよ。いや、え、よく知ってるね。来たかった。土曜の9時、はい、9時に100人ぐらいじゃなかった。物販かなと。物販の列っていうか物販でみたいなものではあるんだけどね。いや、でもさ、その日しかやらないじゃん、物販って。まあね、生まれちゃってるわけじゃん。確かにすごくない？最強の物販だ。食べてこ。物販しかしてないんだ。物販しかしてない。イベントしてないんだもん。イベントしてないよ。え、食べよう。え、何がいいんかな。カレーうどんが有名なんだね。え、じゃあカレーうどんで。カレーうどん行く？はい。いろいろあるよ。でも牛しゃぶカレー。あ、牛しゃぶカレーにしよう。あ、でもね、俺今日お金ちゃんと持ってきたの。こちら。お金持ってきてるわけですよ。あ、そうなんですか。はい。おすすめです、これ。俺も買えなきゃな、言ってる。そうなんです。でもマジでこれいいよ。マジでこれいいよ。確かにね、財布として使うのもあり、ポップだし。え、俺じゃあカレーじゃない方にするわ。マジで？うん、俺普通のやつも食いたい。あ、じゃあいいよ。いや、その俺のせいでそっち行ってくれてるんだから。いや、全然。いや、どうしよう。カレーしゃぶ、牛しゃぶカレー。牛しゃぶカレーね。はい、一択です。じゃあ俺山かけ店。山かけ店行こう。
牛しゃぶカレーと天ぷら盛り合わせ、はい、あとあ山かけ天、はい、揚げ餅、めっちゃいくね、はい、あトッピングの生卵、うん、ビール、ありがとうございます。飲んでいいんじゃないですか。乾杯。乾杯。いいわ。うまい。おいしい。カレーうどん、俺カレーもうどんも好きだな。ああ。どっちかでくれたって。あ、そうなんだ。だからちょっと迷うなって。あ、そういうことね。うどん死ぬほど好きだろ。確かに俺大学生の時に俺ご飯より多分うどんの方が好きだよ。そうだね。すぐ花丸でも行くから俺うどん目指してるのかと思ってうどんになることに、ね、なろうと思ってんのかな。うどんばっか食ってね、慣れねえんだよ。それぐらいもう通い詰めてるもんね。今でもだって花丸うどんの値段言えるもん。かけ130円だよ。おお、安っ。かけの小130円、かけの小130円に死ぬほどネギと天かす入れて腹を満たしてた、130円ってめっちゃ安いじゃん。安い。どのチェーン店よりも安くてお腹いっぱいになる。いいね。すごいんですよ。これ何、どこ行ってたかな。学食かな。あー、学食ね、うん、学食か帰ってるか、どっちか。帰ってて俺帰るの。帰るからあれじゃん、お金そんな使わない。サイゼみんなで行った日すら帰るからね。出るか。あとは顔だけ出して帰るみたいな。そうそうそう、毎回言うんだけどね、トミーが、うん、はい、今からカンタ帰りまーす。いや、だっておかしいじゃん、そのタイミングで帰るのあった時に帰る。俺それ以来ね、もうね、帰るの怖くなっちゃってんのよ。だからね、フェードアウトすんのよ。めちゃくちゃ綺麗なフェードアウトこますんすよ、本当に。うん、言うけどあれね、絶対に言うね。もうフェードアウト殺しみたいなのしてくんのよ。それしかもう見てない。それで俺帰るしね。そう、俺をおとりにして帰るの。いやもうこいつめっちゃもうめっちゃ帰るんすよっつって。いやまあ、もう絶対、まあちょっと僕あれなんですいません、帰ります。俺だけもう言い訳をしつつこう。え、香川のうどん初？初ですね。初香川うどんじゃん。2年前はなんだっけ、自販機みたいなやつで。あ、いや食ったけど、まあ自販機のうどんだもんね。そうです。あの時は食べてんだっけ。一応夜ご飯で行ってたっけ。ホテルの近く。ああ素晴らしい素晴らしい。でもまあそんくらい、うん、そのがっつり有名なところに行くとかじゃなかった。ああ飲んでる。ああ飲んでるよ。飲んでて大丈夫ですか。オッケー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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あざまる水産。おい、一番いや正しい ここで言う言葉だ。あざまる水産はダメだろ。いや違う、のゴミで言う言葉だ。確かにね、ちゃんと合わせれんだから。低年齢層を言う場に、ね、だって俺らもあの、ね、あの、ね、20歳って低年齢層じゃないよ。いやもうね、低年齢層、俺らにとっては低年齢層。そこの意識をしっかり持った上で。そうなんだけど、20歳ってね、 YouTube の視聴者からするとね、低年齢層じゃないんだよ。まあ、でもさ、このまま行ったら本当に25とかの人しか残んなくなっちゃうから、あざまる水産もう恥ずかしがらないでさ、おめのすけって言っていかないと。おめのすけって言わないと、うん、これね、取り返しつかないなと思って。まあそうね、おじさんだよね、完全にね。チェイサーね。これをチェイサーにしてんの。大酒豪だよ、ね、ビールチェイサーにしてお前何飲むんだよ。やっぱ若くありたいから。結構何言われても俺若いよ。あ、そう、何だ。好きな、うん、番組何。うん、天才テレビくん。いや、古いよ。めちゃくちゃ古いよ。若古い、若古い。いや、若古い。あの頃その年齢だとしたらもうおじいさんだよ。やって、ピラメキーノ。ピラメキーノ、もう古いよ。やばいやばい。めちゃくちゃ大人だよ。芸人さんって誰が好きなの。芸人さんだと、ちょっと待って、古いって言わせるわけにもいかんから。考えなきゃいけない。新しい人ね、うん、ユリアン、ユリアン、ユリアン。これちょっと正解でじゃない。ユリアン正解。ユリアンレトリーバー、誰ですか。
好きな芸人さん、はい、ダウンタウン。あ、もうそれなしです。なんで一回その人は帰ってください。ダウンタウンが好き。じゃあ今のサマーズ。じゃあ今の人に合わせたやつをあえて言おうっていう。今の人に合わせた人はあえて言うんだったらあれでしょ、EXIT でしょ。あー、確かに正しい正しい。あ、来た来た来た。あ、天ぷらの盛り合わせ、ありがとうございます。これちょっと今もうインサート行って、これちょっと舐めて舐めて、これうわ行ってるわ。いやでも俺はね、嬉しいよ、お前とうどん食いながらその天ぷらこんなに食えて。確かにね。俺覚えてるもん、対決ライブ負けて、あの花丸うどんにカンタと一回行ったの。お金なくて、あの天ぷら一人一個しか買えん悲しすぎるだろ、そいつら。でもなんかその時に俺らの理論があって、打ち上げばっくりだな。負けたのに打ち上げ行くなんて余ったれんなっていう理論から。そんなやったらいたっけ。お前でやっば俺お前で記憶ないのよ、腹立つすぎて多分その時俺も今の覚えてるけど、3000円の飲み会が、うん、で、お金なかった人だと思う、うん、夏前でさ、はいはいはい、エントリー費ばっかり買わなくて、うん、はいはいはい、で、3000円飲み会で払う予定だったものを花丸うどん言ってるから1個天ぷら買っていいっていう、れだけイカ天みたいなの頼んでたけど。いいじゃん。で、お前のあのお前のあの椅子の後ろになんかでっけフリップが置いてあったんですよ。剣が収まってたよ。お前のバッグにでっけ剣が。どうですか。これ美味しいですね。これナスじゃん。俺は天ぷらで一番ナスが好き。すごい立体的に。もうこれ、うん、ナスの天ぷらだけ食えてりゃいい。これはすごいわ。ちょっとこれじゃんけんする。二人とも食いたいだろうから。いや、大丈夫、食いたいんやけど。じゃんけんしよう。じゃんけんぽい。じゃあ負けが食ってください。なんで。うーわ、これちょっと、こいや、はい、もう触れた。いや、もうこれ食えるとかもう最高だわ。いただきます。あー、食って食って。うんだから、うん、若者食えばいいんだよ。はい、すいません、失礼します。ありがとうございます。山かけ。うーわ、おいしそう。カレーうどんです。はい、まあ、すみません。うわぁ、ちょっと喋って、インサートに、インサートに顔見せて、乗せて、声乗せて。はい、はじめまして、僕がインサートです。いや、違う、なんでインサートの紹介じゃないんだよ。これの紹介をインサートでするんだよ。ある山かけうどんです。よろしくお願いします。明日、UFES 香川に控えているけど、はい、僕がいれば安心だよ。召し上がれ。ありがとうございます。こちらです。めっちゃうまそうこれ。はい、お疲れ様です。うわぁ、低温ボイス。まあ、とりあえず食えばこんな感じですね。これ、あすっちゃそうなんだ。はい、ちょっと頑固系なんですよね。パッタから言っていい。うん、このさ、うん、これココリコさんとさ、うん、動画撮りたいな。おぉ、なんで。前ね、ダウンタウンのあの、これやってみたかってんっていうあのガキツカのあの企画があるじゃん、飯をうまく、うん、俺あのシリーズ好きで、炊き込みご飯でめっちゃ見てるの。炊き込みご飯で、あの、ココリコの田中さんがビールと枝豆炊いた。あー、やったね。そう、うん、あれめちゃくちゃうまそうだなと思った。確かに、あれやりたいの。やれるでしょ、もうだって、いなくても本人。いや、本人いたいって。いただきます。全然酔ってないの。いや、めちゃくちゃ酔ってるよ。うざ。いや、めちゃくちゃうまそうじゃない。あ、美味しすぎ。どう。いや、美味しいです。うわ、もう幸せ、香川の人ありがとう。これすごいわ。いただきます。いや、待って、本当に美味しい。本当にマジでみんなチェックした方がいい。ねえ、そのラッパーみたいな紹介やめろよ。なんだそのチェックした方がいい。なんだそれ。わかめに移行のしてんのよ。いちいちそんな突っかかられたら困るよ。突っ込みほど突っかかられたらって言うな。突っかかられた。いや、ほんとにおいしい。これほんとにおいしい。やばい、なんでちょっとくマジでいい。マジで信じてみよう。うざ。うん、いや、すげえわ。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいこれ。
で、カンタは美味しいの基準があったかいかどうか。そうなんです、あったかかったら美味しいんです。だって飯食った時に、あの美味しいとかってあったけーって、なんだその温度だよ、風呂入る、風呂入るよ。いやいや、あったかい方が美味しいじゃないですか。まあでもそれは何だか分かる。最高の上、うん、うん、最高の上、つまりはちょっと待ってよ、絶対あるな、パネ、最高のパネだ、ギャルだよ、昔のな、昔のな、今のギャル、そのギャ、今ギャルっていいのか。いや、今のさ、その言葉に合わせよ。フワちゃんが言いそうなこと言えばいいんだよ。フワちゃんが言いそうなこと、うん、なんだろう、分からん、それも。ケミオくんとかそういう感じだな。あ、そうだろうね、多分そういうことだよね、うん、本当にヤバいとか、そういうことだよね、うん、異次元、異次元、宇宙、あ、宇宙だ、これマジ宇宙、コスモ、コスモス、コスモスだよ、それ花だよ、おじいさんが見に行く花だよ、それが石油だよ。ね、この人が悪いわ。なんで？だって怒られるんだもん。若い言葉使うと。怒ってないよ。怒ってないけどさ。香川のあれずっと言ってるよね。何？なんだっけ？直島行きたい。直島行きたいよ。なんかの活動で知って、うん、そんなとこあんだと思って、島全体が、そうだね、芸術しかないんですよ。うんうんうん、で、美術館とかで、うん、寝泊まりできる、うん。ホテルになって。うん、え、面白って思って。うん、インスタ動画ない時から多分直島はめっちゃ人気だった。南極どんや行ってる時に俺、うん、南極、南極行ってる時に俺、なんかしよう、肉体改造しよう。肉体改造だよ、芸術の反対側だよ。北極だよ。はい、ということで1日目のようでした。1日飛びました、アルゼンチン飛びました、U フェスでした。昨日は最高でした。最高だったね、楽しかったね、 U フェスね。そうね、意外と久々だった、 U フェス出んの。確かに確かに、あのなんか空気感も新鮮でしたね。で、今から、はい、あのちょっとあの香川に来たわけだから、うん、香川を楽しんでるぜっていうところをやっぱ見せて、素晴らしい香川を紹介していこうかなと。いいです、思います。うどん学校で撮影できるんだって。すげえ、マジで。なんで、うどん学校って、いや、うどんの学校ってこと、うどんたちが通う学校じゃない、うどん学校。すごい、女子校みたいなことだから、うどんの学校、うどんが通う学校だろう。すごいね、すごいよね、いろいろ何か目指してんだ、うどん。うどんもだからやっぱカレーうどんになりてえのか、あ、そのじゃあかけでいくのか、うん、みたいな、そのやっぱ就職口もやっぱり、はい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 、まあるんだね。あ、わかりました。中売れ提供されるのか、まあその花丸うどんのに、はい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 、めちゃくちゃ楽しみになってきたんだ。ここはね、出席すればいいわけだもんね。やめろ、こんなこともないから。どうしたらいいの、ここは。目立てばいいんじゃない。目立てばいいと思ってね、その表記者だよ。なんだその学校目立てばいい。中心にいればいいんじゃない。いや、いなかったろ。何中心にでブイブイ言わせてたキャラで行こうとしてんの。中心にいればいいんだ。で、いなかったでしょ、修学旅行休んだ。いや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 、学級員なんで。いや、学級員が修学旅行休んでる場合は重度の闇だよ。重度の闇なんだよ、修学旅行ドタキャンするやつ。で、俺香川好きかもしれんわ。あ、本当に、うん、最高ですね、それは。香川いい。で、鶏肉がうまいとかってさ、実はあんまなくない。あー、昨日の U フェスのやつめちゃくちゃ美味しかったしね。そう、あのだから四国ってさ、実は鶏肉うまくね。高知もだって鶏肉うまいよね、確かね、うん、なんていう鶏だって有名。名古屋高知じゃない。名古屋だよ、高知。名古屋高知って別に高知って名古屋高知、名古屋と高知を言ってるわけ。名古屋高知でしょ、名古屋高知って何なんすか。いや、俺なんかさ頭悪いからさ、うん、あのクラサンかけてて今、うん、車暗くねってやばっ思った。別に今あのこんなに暗くて動画大丈夫かな。いやすごかった、すごかったよ。え、うどんを作ってそれを食べれるんですか。そう、いや最高っすね。あ、ソフトクリーム、うん、え、
今日食いたい食いたい。イベントの前にめちゃくちゃ食うようになったじゃん。いや食った方がやっぱ俺らが病気ぐらい尖ってた頃あのなぜかあのハングリー精神吐き違えてライブの日一つも飯食わねえでライブ出てたの昔。確かにあった。なんだあのハングリー精神の吐き違え。食った方がいいだろ、糖分頭にもあるから絶対食った方がいい。いや違うんだよ、食うと寝ちゃうっていうそのアルミだよ。いやちょっと待って待って、俺ら食うと寝ちゃうかもね。そうそう寝ちゃう寝ちゃう。いやいや赤ちゃんじゃん。なんで俺ら食うと寝ちゃうんだよ。寝ちゃうとこあった。ライブの日実際ライブの日。いやでも確かに寝てたわ。いやでも早めにさ集まってさネタ練習しないで気が苦して寝てたじゃん。いや集合時間倒せよ後ろにってやつだ。あったな。とりあえず頑張っていきましょう。うどん食おう、うどん。なんでもいいんか。ここうどん学校周辺です。通学路です。ちゃんと卒業できるかな。あ、お前の大好きな木刀。俺の大好きな木刀って言うな。勝ち込んでね。僕とじゃねえさ。うどん大好きなんですよ僕。うどん僕も大好きですよ。最高っす。うどん作れるってことね。デザインよろしくお願いします。お願いします。できます。畳もさないようにお願いします。はい、混ぜ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 。はい、でこういう風にしてエアをね含ませながら。エアを少しね含ませながらいく。はいはいはい。もう全部いっちゃってもいいですか。はい、全部いっちゃったらもうバーッと混ぜて構いません。はい、そうです。はい、うまいです。でも意外と難しい。でもいい感じですか。どうですか。いい感じできてますね。いい感じできてる。できてるよ。うまいよ。あこう押す感じでいいんですか。これはい、いいですよ。手のひらで押してこねてください。今空気を含ませられたものを、はい、今度抜くんです。足あこの後、はい、すげえ。この中に入ってる空気を足で踏んで抜いていくってことですね。はい、そうですよ。そうなんだ。そしたらね、はい、ギュッギュッギュッと押してごらん。ギュッ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 と押します。これ両足を乗るためにしたんですよ。で両足の真ん中の足を使ってギュッ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 と踏んでいきます。はい、もう両足いいんですか。はい、だっていいですよ。ギュッ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 楽しい。はい、すごいいい感触。ギュッ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 、どうぞ。うまい。ギュッギュッギュッ、はい、後ろ、はい、ギュッ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 と踏みます。はい、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 すげー。あ、ほんまじゃ。見て、触ってごらん。え、すごいっすか。こっちの方がツルツルなっとる。こっちの方がツルツル。もうちょっとや。もうちょっとですね。はい。大丈夫ですよ。完成するんですよ、これ。あ、大丈夫ですよね、こっち。もう少し。もう少し。なんで？5文字ぐらいやったの？うん。もう、あれだよね。才能の違いない。体格？前へ前へ前へ。自分の気持ちと一緒や。前向きで。前向きやで。前向きやで。お、なんか噛んだのがなんか形いいな。ここに来て。ここへ来てな。1、2、3。こういう姿見たことありますよね。見たことありますね。これ押さえつけたシワになるの。何度目前押してくれ。トントントン。うまそうだよ。だいたいめちゃくちゃうまそうなんだよ。ここの辺まで来たら自分たちの顔が変わってきますね。なんかね、なんか親しみを見てもなんか早く食べる。いやもうこれもうめちゃくちゃ可愛いでしょ。我が子のようです、ね、我が子のようです。なんかうどんになってきてるの分かりますか。うどんなってます、うん、うどんなってますね。なってますね。はい、いきます。はい、できたら。できました。来たうどんです。これはい、もうちょっとな、はい、入れますよ。はい、この中にバシャッと入れてください。いや、バシャッと。はい。それを二人のやる気があったからですよ。そうですよね。ありがとうございます。あ、ごめんね、なんかおったあ、何にもいないです。ファンが来たんかもしれない。そうですね、すみません、ファンがいる。ファンがいるんですよ。ファンかもしれない、ファンな。こんな美味しいことある。あります。すごっ。で、みんなも来てやってみた方がいいね、ここね、うん、来てね。ちょっと完成商品、ちょっと味見していいですか。あ、どうぞどうぞ、すみません。いい。うわ、緊張するわ。いやいや、
ちょっといただきますね。ここまで来たら、そうですよね、採点させて、そうそう、どっちがいいかみたいなことをいただけると、はい、いいですか、いただきます。すいません、はい、お願いします。うまい、飲み込みますけどね、うどんは。そうですね、うん、噛みません。噛まないですね、うん、噛まないですね。はい、美味しいです。さあこちらはどうカットしましょうね。ぜひいただきます。クス可愛いですね。ありがとうございます。ポイントにこうすな違うポイントでそんなのすな違うとこ見ないで顔見てよ。顔見ますね。恥ずかしくて面食いなんだから。そうだね。そうです。どうですか、どうですか。この方が美味しい。 ありがとうございます。そうなんですよ。そうなんですよ。ありがとうございます。食べてみて分かった。分かりました。あ、僕まだ向こう食べてないんですけど。あ、食べてみて。あ、本当ですか、うん、そう、ごめん。ちょっと、ちょっと時間をね、負けうどんもらって、どうでした。負けうどんもらっていい。こっちもらって海苔じゃなくて、うん、あの、多分踏んだ時に分かったかもしれないけど、こっちの方が上手に踏んだと。うん、そうですね。うわ、ん、こっちも美味しいですね。こっち食べてごらん。さっき食べてたもんね。食べた、うん、いや、あ、ガチだけど、だけど二人とも十分そうっすできてます。だから長野音楽ではここで、はい、二人ともに食べさせていただきましたけど、もう卒業証書を渡したいと思います。はい、これね、すげえ、ナルトだ。こういうふうにして、あ、え、もしかしてそれ、はい、あ、かけ、え、これってこの回すやつですか。そうです。はい、はい、100点ポイントいいんだよ、もう。はい、これね、これして負けてんだけどな。はい、卒業証書。あなたは讃岐うどんの時の秘伝を本場讃岐で一生懸命習得し、その技術は誠に立派なものでありました。今後に向かってで活躍されることを希望いたします。よってここに卒業証します。四国讃岐ことや中野うどん学校で、わからんことがありましたらここにフリーダイヤル書いてますから、フリーダイヤル、ね、いつでも電話ください。ありがとうございます。そしてこれ取っていいですよね。裏、うわっ、うわっ、入ったんですね。レシピです。わかりますか、レシピ。わぁ、すげぇ、すげぇ。ここ、つけ麺かけ麺入ってます。だしの作り方も、じゃあ他の味も作れるんですね。これあったら、これがマイ麺棒。マイ麺棒、麺を打つでなくして麺を打つもんですね。これ持って帰っていただけます。ね、いつでも、どこでもできます。なるほど、なるほどね。今日は、小谷さんにこれを持って帰っていただきますので、はい、ありがとうございます。はい、これ、向こうね、入れてください、はい、すいません。ありがとうございます、ね、はい、はい、はい、じゃあお前こちらね、お母さん、どうぞ。はい、わ、はい、からんかったら、売り込んで、わかりましたか。はい、マジで美味しい。本当に、なんて言ったら伝わるのかな。ん、食レポしすぎてさ、うん、全部美味しいって言っちゃってるからさちょっとじゃあ食レポしてみる、うん、ちょっと自分で作ったんですけども、今回ね、ちょっといいですか。はい、よろしくお願いします。うわ、これコシがね、いいんだろうね、うん、どうですか。いや、本当に、うん、あの、蕎麦よりも美味しいって。何、蕎麦と比べた、そばと比べた結果言った、うん、本当に今まで食べてきた中で、うん、一番美味しい、はい、うどん、うどんね、はい。あ、ちょっともうお腹がいっぱいね。どうね、いや、お前記者のポツチョみたいな音だし、もうね、なかなか冷静にこの量はあった。ごちそうです。ごちそうです。完食、完食、はい、ありがとうございます。何してんの。いや、だから、いや、おいしい。うぅ、え、なに、なに、やばい、やばい、なに、こんだけ食べてたのよ。うん、俺いっぱいやったのよ。ちょっと2人で今、なんだ、喋を終わった後に、そう、2人前やったのよ。すごいねっていう言葉をいただいて、うん、そうだよな。はい、どうも水溜りボンドです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。カントです。トミーです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、まあ、香川県を堪能していくチャンネルなんですけど、はい、ずっと、まあ、4年目ぐらいだ、うん、あの、やっとうどんの免許を取ったんで、うどん麺ね、うどん麺取ったんで、はい、ちょっとなんかアイス食いたいなっていう。アイス食いたい。なんでない観光客だから、見てよ、ね、なんか動
ごめんごめん、俺マジで見てましたこっち。何でうどんなの結果どっち。クレーマーみたいな。なんで食えない。何絶対食えない。なんでそのぐちゃぐちゃ言って。おい、そこタバコ捨てないでくださいって書いてあるからやめろよ、タバコ捨てない。何にも悪いことしてないの。なんもう見てみ、人気ナンバーワン、釜玉ソフト。一人にしよう。何でいいか。いや、じゃあ、いや、それはおかしいじゃん。うどんは今食べたじゃん。食べたけど、そんな拒否んだよ。いや、めっちゃ食ったじゃん。あー、もういつもクレーマーだわ。クレーマーが来ちゃってるよ、かな、香川。俺だってやりたくないもん、その一口食って残すみたいな、うん、食レポやりたくないもん。で、あれでしょ、これって別にうどんなわけじゃないんでしょ。ソフトクリームなんでしょ。ソフトクリームなんて絶対違うよ、絶対うどんじゃん。見たらわかるよ、うどんだよ。だから分かって、うどんは食えませんってことは。じゃあオイルソフト、抹茶オイル、抹茶オイル、抹茶オイルね、はい、じゃあ俺釜玉ソフト。はい、あ、ありがとうございます。ネギソースと一緒に食べたらうどんをやってみます。え、すごい。で、これ全部使って結構ですので。超えた？超えてないよ、見て。はい、どうぞ。え、本当？うん。え、なんかやってる？何何が？え、待って、なんて怖い怖い怖い。アイスじゃん。アイス？え？え、うどんじゃないじゃん。うどんではない。え？何にもやってない今。え、これ現実？現実で何何？ぐちゃぐちゃ、ね、分かんない分かんない、分かりづらい分かりづらい。だって 嘘は1回は絶対ついてるじゃん、はい、うどんって言ってたじゃん誰かは。それかうどんがアイスになってるかどっちか。なんでインスタ撮ってんの。やめて。いやもうお前どう思われてもいいか。これだけは整理しよう。これあ、これはこういう商品なんですか。こういう商品ですよね。じゃあさっきからおかしい。じゃあ全部おかしい、全部おかしいじゃん。クレーマーが来ないですもん店に。いや1回目からアイスだよって言ってくれりゃいいじゃん。でアイスですよ。うどん感出してきてた。あ、そうそう、よかったね。かわいい。意外と難しかった。お、すごい、マジですごい。これでこんなもんで大丈夫です。ありがとうございます。それではすぐ作ります。映って、はい、オッケーです。うざ、なんかうざ。いただきます。いただきます。おいしい、うん、まっ。あ、でもちょっとあれだわ、すっきりしてるわ。すっきりしてる味。え、うどんっぽい味。うどん、ちょ、生姜ベースって言ってたよね、うん、でもすごいなんかさっぱりしてて、おいしい。抹茶オイリー、おいしいですね。あ、これ全然いけるわ。サクサクしてる。あ、確かにちょっとうどんもしてるの、なんだわかるわ。なんか、タピオカのアイス版みたいな感じ。悪いことや。アイス冷たすぎるだろ。なんだ、ほんとに。いって。いって。なんだ、そんなに苦しみだ。アイス食うやつ。スポーツやってんじゃねえんだ。俺ももう一個食いて。いや、もう一個ずつ買おう。時間だから残念ながらストップ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マネージャーに見つかけられたんだけど多分。なんで？なんで怒られたんかな。グミあげるから。グミあげんの。ありがとう。グミもあったから許すわ。あとこいつ転んだから。めちゃくちゃ転んだこいつ。ステージ。めちゃくちゃ転んでました、こいつ。転んだ。いや、転んでないでしょ。転んだぞ、絶対。マジで転んでない。転んだぞ、絶対。いや、あとコントアドリブ多すぎ。マジで死ぬかと思った。本当に怖かった。怖かった。怖くてアドリブ足してんだろうなっていうのも伝わったし、ないよっていう時間もあった、俺の中で。楽しかったですね。楽しかった。2分も頑張ります。
どうも、三沢です。お願いします。では、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。ということで、はい、企画をやっていきたいと思います。お願いいたします。香川県民感覚クイズ。いくつかですね、ここに、質問を作っていただきました。はい。で、この質問を、に当てはまる人が手を挙げていただいて、はいはいはい、その手を挙げてもらう前に自分たちで何人いるか予想します。はいはいはい、はい、で、どっちの方がその人数により近い答えを出せたか。わかりました、わかりました。で、香川県にちょっと寄ってる問題もあれば、まあ普通に生きてればなんかこう選択肢の中にあるような質問もあります。はい。じゃあまず最初、うどんよりそばが好きな人。おお、これ香川県で聞いたら多分他と全然違うん、答えが。確かに確かに確かに。うどんよりそばの人。うどんよりそばの方が好きな人。はい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 。この会場には、はい、今300人、350人、350人ぐらいいます。はい、せーの、どうぞ。14、36。はい、え、どっちの、どっちの A だ。おのおのの感覚値で A って言ってる。おのおののやつ。じゃ聞いてみますか。うどんよりそばの方が好きな人多い。はいはい、絶対俺の勝ちじゃない。1、2、3、真ん中ぐらいかもしれんから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、こっちめっちゃ多い。無理だ。はい、こっちめちゃくちゃ多い。こっちなぜそんな多い。え、そばの方が好きな人いるんだ。やっぱそれはあるんじゃない。え、香川県民でそばの方が好きな人はいる。すごいね、モチベすごいな。次いきます。はい、年越しはそばじゃなくうどんの人。あー、ちょっとむずいね、それ。いけますよ。待って、うどんの人、いや、少ないだろうな。お前、心の声出ちゃってる。うどんの人でしょ。俺、めちゃくちゃ答え変えたくなってたもん、さすがに少ないだろうな。さすがに、いつもうどん食ってるんだから。はい、いつもうどん食ってるんだから、年末ぐらいはそばって全員思うな。全員思うな。で、そのなんか行事なのに、いつもどの味飯食わされたら、ちょっとそれは厳しいって。そうね、それは大事なもん、大事、絶対あってる。うん、ってことは、分かった。いや、どうしようかな。おい、俺結構前に書き終わってんだ。どういうロジックで書いた。え、もう好きな数字書いてる。分かった。多分悪いやつか。いきましょう。はい、いきますよ。せーの、どうぞ。10、20。20もいないだろう。います。はい、どの人が年越しでうどん食ってそう。なんか刺されたいよっていう人いますか。あ、じゃあ、あの人です。手を上げさせるのだけダメだった今。先に手を上げさせる行為だけダメだった今。じゃあ聞いてみましょう。ですか。じゃあ、年越しはそばよりもうどん、手を挙げてください。それはおかしいよ。ちょっと待って、それはおかしい。それはおかしいじゃん。それはおかしいじゃないですか。え、今ね、5、6、いや、70人ぐらいいるじゃないですか。ちょっと待って、ちょっとそれはちょっとあれだな。本当に悪い癖出ちゃってるな。聞いてこ、ちゃんと聞いてこ。え、ちょっとさ、証拠はない。とりあえず一旦カウントの勝ちです。はい、ありがとうございます。手もう一回下げるなよ、絶対に下げるな。一回で、その、僕の目の前にいる。めちゃくちゃ失礼じゃん。あとなんかちょっと、年下で、同性でいけそうなやついくの。年下で同性でなんかこう、なんとかなりそうなとこ行くの。意外と考えていく。あとで、ごめんなって言えばいけそうなとこ行くの。ごめんね。すぐ行くの。先にごめんねから入るやつ。なんで、本当ですか。美味しいから。美味しいから年末はやっぱり美味しいものを食べたい。寿司でいい。寿司でいいぞ。確かに。じゃあ、画面外から誰もいなくなってる。イベントをしてしまってる。画面ない。画面外から誰もいなくなった時はもう終わりだよ。戻ろう。え、うどんが一番好きなんですか。はい。え、うどんがどの食べ物より中でも一番好きだから、年末年越しの瞬間は美味しいもの食べたいからうどんなんですか。はい。じゃあ
いわ。それか固くなになっちゃってる。それもう、いやもうそうなんだよ。いやかわいそうだ。ダメだ。そうってダメなのみたいな感じになってるから。はいもう、はいや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 、君は喋りかけんじゃねえよジジイがみたいな感じでやってきてる。そんなには思ってないからだけど、もう絶対嘘ではある。まあね。ステーキしゃぶしゃぶとうどんどっちが好き？しゃぶしゃぶです。しゃぶしゃぶじゃん。しゃぶしゃぶじゃん。しゃぶしゃぶステーキ。うどんの瞬間よりお湯をくぐらせんよ、んなものは。いや、でもうどんもしゃぶしゃぶしよう。その茹で時間ではいけないのよ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、いや僕2勝ですよ。そうね、確かに、はい、あ、これちょっと面白い。なんすか。よくない？それもらおうくね。これいいね。はい、絶対いいよね。絶対それにしよう。カラコンを使ってる人。なんでそれ読まなかったの？ねえ、それ読まって、ゆうこれでしょ。そうこれでじゃん、うん、なんでこれ、これめっちゃ面白くない？それ言うよ。意外とどうなんだろうね。じゃあ聞きます、はい、服をネットで買う人。その1個上なんだ。今1個下行っちゃってるから。あ、そうね。お好み焼きとご飯を一緒に。どこなんだよ。ぐちゃ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 。この髪なんか誰も見てねえんだから。俺らだけの笑いすな。俺じゃない。俺じゃない、絶対。何？いや、申し訳ないなってちょっと思ったけど、俺はもうちゃんとしたことを言ってるから。ああ、ずっと。じゃあ、聞きますよ。はい。日記を毎日つけている人。これちょっと気になる。気になりますね。毎日ですからね。言いますか。言います。はい、せーの。7人。10。じゃあ、1年以上毎日日記をつけてる方はどのくらいいますか。はい。お、1、2、3、4、5、6。え、ぴったりいくんじゃない？ 1、2、3。 あれ、サイリウムの人は4。ちょっとちゃんとやってこ、ちゃんとやってこ。ちゃんと手あげよう。じゃあ、手長いの恥ずかしくない。あ、手長いの、俺がいるよ、俺がいるよ。手長いの恥ずかしくない。大丈夫だよ。はいはいはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。え、負けたの？え、ちゃんとやったことによって俺負けた。ぴったり賞じゃなかったです。よって僕の勝ちです。めっちゃ悔しい。あと何問ぐらいやりますか。あ、これですか。告白を LINE でする人。おお、これは結構分かれそうじゃない。若いコラボする。今の時代分からない。若いコラボするじゃん。はい、行きます。はい、せーの。100。はい、50。あ、やばい。え、50。え、え、待って。 え、なんでおじさんが惹かれる時間。え、待って、おじさんの恋愛感が惹かれていく時間。決めんだけどみたいな。え、マジで？マジで？今の時やっちゃおう。やばかったよね、なんか。いや、LINE やってんのキモみたいな。いや、インスタ以外やんな、ジジイが。そこ？聞いてみますか。聞いてみましょう。LINE で告白する人。え、そっちで？そっち？え、ちょっとファって一瞬パッて出会いますか。あ、ね、開けつらいぞってことね。え、先生が、はい、ちょっと考えて、ちょっとみんな聞いてくれ。はい、このやり方じゃない。すいません、財布が残念になりました。すいません、今日悲しい事件が、はい、佐藤寛太君の財布が、を遠くに忘れてしまいました。ないです。ない。現状ないです。はい、まあ、寛太のね、財布がなくなってるように、これは別に戻ってきて誰がやったとかもう聞きません。はい、もう、制作するのはなしです。制作するのはなしにしましょう。ただ僕も全然怒んない、うん、ただその人がお咎めなくこのまま進んでしまうと、うん、いい大人にならないと先生は思います、はい、なので、皆さん LINE で告白する人は今みんな目つぶるので、はい、手を挙げていただけたらなと。お願いします。じゃあちょっと目を閉じてください。じゃあ LINE で告白する人手を挙げてください。29、10、25。じゃあ手を挙げたままみんな目を開けてください。最悪の状況。俺がそれ言った瞬間みんなグッて下がる。前の人叩くんかなぐらいに。やばいやつがいる。やばいっつ。25人ぐらいでした。はい、ということは神田の勝ちです。ありがとうございます、ラストの問題いきますか。ラストの問題いきましょう。僕もう3点取ってるんで。確かに絶対勝てないじゃん。いや、勝てます。次の問題5ポイントです。5ポイント全部意味ないやつ。テレビ見てたやつだ。これ全部意味なくなる。踏襲してます。どれがいいかな。鳩が嫌いな人。これ気にならん。なんかちょっと
俺だけすごい言ってるみたいな、いやそれ言い過ぎみたいな、完全にそうだよ、ね、だからみんな好きな人に対してすごいアンチ活動を行っている人だ、確かに確かに、なんだかんだ笑ってる人が多いってことは潜在的にそれを考えてる人が多いわけですから、ね、多分意外といると思いますよ、意外といるでしょ、せーの、全員50人、いやこれは全員の方が近くなるかなっていう、限りなく全員に近いって言って、確かにあの意見よりも近くなりそう、はいはいはい、50人だと思います、聞きます、じゃあ顔下げますか、一応なんか上げづらい人もいると思うんで、いるんだ、ハト、このジャンルはハトなのに、このジャンルはハト別に嫌いなのみんななのに、ちょっと君黙ってはい、ハトが嫌いだよって人手挙げてください、はい、ちょっと数えますね、うん、バードウォッチングみたいな数えて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、100人ぐらいでした、どっちの A？ どっちどっちの A？ いや、俺意外と多いなって思った、あ、本当に、え、意外と多いって思ったよね、ハト好きな人、すごい、やばい、好きな人はさ、どう思ってんの俺のこと、トークライブ来るぐらい一応ミスター女のファンなのに、ありがたいですよ、好きなものを攻撃してくる本当だよ、え、ハト好きなんですか、ハト好きなんだ、いや俺も好きよ、ミスターマイモンドの動画は見る、え、ハトの動画見ました、ダメだ、怒ってる、ハト押してほしいですね、そしたらということで、じゃあ神田の方が近かったですか、はい、じゃあ神田の勝ちでーす、ありがとうございます、めちゃくちゃ負けた、8点ということで、以上今日のミスターマイモンドでした、はい、ぜひチャンネル登録してください、はい、また明日、ありがとうございました、これならちょっとかっこいいな、ピアノ弾くんかなみたいな、弾き語りすんかな、ピアノ弾くんかなみたいな、ピアノ弾くんかなみたいな、弾かねえんだよな、弾かねえんだよなこれ動画で見た人どう思うの、いやまあね、なんか歌手目指すんだよ大丈夫かなとは思うだろうね、はい、どうも、頑張っていきましょう、トミーです、タンです、お願いします、お願いします、めちゃくちゃ楽しい、これお願いします、これめちゃくちゃ楽しい、観覧のお客さんありがとうございます、これなんなんですか、もうカビラさんみたいなスタジオの外に結構来てくれてます、そうですね、声聞こえないんですけどね、ありがとうございます、ここにあのうどん入ってるんですけど、どっちかを激辛にしてお客さんにバレないように一緒に食って、はい、お客さんに当ててもらうと、わかりました、わかりました、で、過半数を超える人に気づかれなければ僕らの勝ち、え、ちなみにこれ後ろの人って見えてますか、見えない、見えない、失礼します、何で一緒になった、何で一緒になった、これでいいですよね、デスソースがここにあるんで、これどっちに入れるか、ちょっと、失礼します、ちょっと隠し、下でこちら、端的な、箸ないじゃん、箸的なものお願いします、箸しまーす、あ、なんだその車掌さんみたいな、ちょっとどっちに入れるか、ちょっと下でごちゃごちゃやって、あ、わかりました、わかりました、よし、えい、えい、あ、すごくない、辛そう、ピアノ弾く、ピアノ弾く人とさ、怖い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 、ピアノ弾く人とさ、歌う人みたいな、なんか変ですね、あのピアノ弾く人と歌う人みたいな、めっちゃやだ、めっちゃやだ、なのにマイクスタンド持ってる感じすごい意味ないだろ、普通の感じで行くのか、辛い感じの、うん、で行くのか、まあ、普通の感じで行くんだろう、普通の感じで行きます、お箸とか言うなよ、なんだその箸の色がぐうったらかんたらみたいな、ぐちゃ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 言ってきやがって、箸はあらかじめ赤い箸を使用しております、いきまーす、あいやもうついにおでこで喋りすぎた、いやなんか熱そうだね、いや本当に全然大丈夫、なんだろう、うん、もっと食べて、もっと食べて、いやそういうことだよね、だってね、辛くないんだもんね、俺は辛くない、でもね、ちょっとねいやいや、そういう演技かもしれない、辛い、辛
辛い言うなよ辛いって言うなよ、うん、辛くない、何も信じられないみたいな、何なんですか辛くないって。ただじゃあ皆さんに聞きますか、バレてないと思うんでね、はい、いきますよ、演技なんで、演技ですからね、演技で泣ける女優さん見たことあるけど、汗かける人あんま見たことない演技で。じゃあカンタが辛いのを食べたと思わせてあげてください。はい、正解はカンタでした。ダメじゃん、いや本当にヤバいよヤバかった、え、今ヤバい、ちょっと食ってみていい、ちょっと食って、やばい、あ、ヤバいよ、やばいあーカレーなんだこの一本も食べてねえな、カルダカルダ腹立つ。次はどちらか片方の声がヘリウムガスで高くなります。おお、じゃあ二人ともヘリウムガス吸ってるみたいになるけど、うん、片方は普通の空気を吸ってるわけですね。そうです、 OK です、お茶ください。なんでなんでロジックが分からない、全然全然わかんないな、どういうこと、 OK です、お茶くださいね、どういうことヘリウムみたいな感じ、水だし水だし、こんにちはすごい水、すごい水、声高くなる水、下でやりましょう、はい、どっちからいくか、同時でいいんじゃない、同時でいきますか、いきます、いきます、いきます、信用が薄れ、信用が薄れ、苦しい苦しい、無理だわ、あれ絶対無理だわ、苦しい、ズレちゃん、ウケるじゃん、全然苦しい、え、なにうっさ、何がうざいうっさ、警察20で捕まった犯人すげえおちょくってくる犯人みたいな、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない、まだ残ってるから残ってるから、ちょっと吸うわ、はい、あれ俺なんか声高くない、あれ俺なんか声高くない、声高いなと思って、いやハロトスさん、ということで、はい、動画撮影のコーナーでした、ありがとうございました、ありがとうございました。